平瀬選手お疲れ様です。お疲れ様です。今日、対外試合初戦を迎えました。振り返っていかがですか？そうですね、キャンプに入って、毎日2部練習をして、結構みんな体がしんどい中でやったゲームで、新加入選手も多くて、なかなかチームでやるべきことと、個人でやりたいプレーとっていうプレーを合わせるのが、難しかったですけど、みんなでしっかり話して合わせるところを合わせて、きつい中でも、やれたのではないかなというふうに思ってます。ちょっと判定点が口をつきましたが、良かった点みたいなのもあれば教えてください。良かった点はやっぱりみんなまずそのチームでやるべきことをしっかりやろうと思って取り組んだことと、個人の特徴をみんな出そうと思って、そういうことを意識してみんな取り組んでいましたね。平瀬選手自身は、チーム初ゴールといえるフリーキック決めました。振り返ってどうですか？自分であそこでボール受けて、自分でファウルももらって、自分の得意な位置だったんで、フリーキックは自分の武器ですし、決めれてよかったです。幸先良いスタートですね、個人としては。そうですね、はい。今後も練習とあと試合続きますが、改めて、どのようなことに取り組んでいきたいですか？まず個人のベースアップと、自分の武器を高めること、あとは課題をしっかりと克服することと、新加入選手も多いのでしっかりとチームでやるべきことを合わせていって、また精度も高めていって、みんなでチームが強くなれるように意識を合わせていけたらなというふうに思ってます。最後にファン、サポーターの皆さんにメッセージお願いします。J の開幕に向かってみんなで一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。